오늘 본문에 나오는 가나안 여인은 우리가 잘 알고 있는 이 수로보니게의 여인입니다. 오늘 본문에 나오는 가나안 여인은 우리가 잘 알고 있는 수로보니게의 여인입니다. 이 수로보니아 여인의 여인을 하면 어떤 생각이 먼저 나시나요? 여러분은 수로페니키아 여인이라고 하면 무엇이 먼저 떠오르시나요? 예수님께 아주 험한 말, 이 게라는 이 취급을 받은 여인이지요. 그녀는 예수様から 犬のような扱いをされた女でした. 그럼에도 불구하고 그녀는 이 기분이 상하기는커녕 개들도 땅에서 떨어지는 부스러기를 먹습니다라고 대답을 했죠. そのようなイエス様からひどい言葉を言われては彼女は不愉快になるどころかむしろ食体の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきますと答えをします. 그리고 이 그녀의 그런 끈질김으로 그녀의 딸이 이 치료를 얻게 되었다라는 그런 이 말씀을 누구나 한 번쯤은 들어보셨을 것입니다. 그녀의 그런데 이 본문 속에서 한 가지 이 이상한 점을 느끼지 못하셨나요? 하지만,この話の中で何か不思議なところはありませんか? 예수님께서는 이제까지 예수님을 찾아오는 이 환자들에게는 밤낮 또 장소 상관없이 그들을 다 치유해 주셨어요. 이마마데 예수様は 예수様の ところに やってくるいろんな病人たちを昼や夜も関係なく全て癒してあげました. 그런데 예수님께서는 이 수로보니게 여인은 아주 유독 이 냉정하게 대하시는 것을 알 수 있습니다. しかしこのスロペニキアの女性だけはイエス様が冷たくされることがわかります. 뭔가 그 예수님의 성품과는 이 맞지 않다라는 생각이 들기도 하는데요. 普段のイエス様の品性とはなんか合わないなと思いませんか? 그렇다면 예수님께서 왜 그녀에게 그렇게 냉정하고 험한 말을 하셨는지. なぜイエス様は 彼女にそのようなひどい言葉を語ったのでしょうか? 그리고 진정 예수님이 이 말씀하시고자 했던 그 뜻이 무엇인지 이 시간 우리가 함께 나누기를 원합니다. 예수様が本当に語ろうとすることは何なのか今日一緒に分かち合っていきたいと思います. 이 마가복음 이 15장 이 전반부를 먼저 살펴보길 원하는데요. そのためにはまずマタイによる福音書15章の前半のところを見てみたいと思います. 그 전에 보면 이 바리새인들이 예수님의 제자들의 그런 불법적인 행동들을 이 트집을 잡는 것을 볼 수 있어요. そこを見ますと、パリサイ人たちは弟子たちが律法に反することを捉えて文句つける場面が出てきます. 바로 그 이유는 예수님을 이 트집을 잡기를 예수님을 이 곤경에 빠뜨리기 위해서였죠. それから彼らはイエス様を罠にかけようとしていました. 음식을 먹을 때 이 손을 씻지 않고 음식을 먹는 행동들. 手を洗わずにパンを食べる行動や 그리고 외출하고 돌아와서 저렇게 몸을 씻고 손을 씻어야 하는데 제자들은 씻지 않는 모습들을 바리새인들은 지적했습니다. そして外から帰ってきたは手と足を洗うべきなのに弟子たちは洗っていませんでした。それをバリサイ人たちはそのところを捉えて文句をつけたのです。 그런데 이런 행동들은 단순한 이런 위생을 위한 것이 아닌 종교적인 행동이었기 때문이었습니다. しかしこういうことは単に衛生的な問題ではなく、これは宗教的な問題でした. 그런 이 바리새인들을 향해서 예수님이 이렇게 말씀하시죠. そのようなバリサイ人たちに向かってイエス様はこのようにおっしゃったのです. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하느니라. 口に入るものは人を汚しません。しかし口から出るもの、これが人を汚します. 이 말씀은 손을 씻지 않고 더러운 음식을 먹는 것이 사람을 부정하게 만들지 않는다는 것입니다. この言葉は手を洗わずに食べたパンが人を汚すのではないということです. 이 사람의 마음에서 비롯되는 악한 생각들, 살인, 음란, 도적질 이런 것들이 사람을 부정하게 만든다라고 말씀하시죠. 口から出るものは心から出てきます。悪い考え、殺人、淫乱、盗み、それが人を汚します。 그리고 그 바리새인들의 잘못된 신앙을 지적하셨습니다. そしてバリサイ人たちの間違った信仰をイエス様は叱責されました. 그리고 이어서 이사야 29장의 말씀을 빗대어서 그들을 심히 책망하십니다. そしてイエス様はまたイザヤ書29章13節の御言葉を引用して彼らを叱ったのです. 주의 백성이 입으로는 나를 가까이하고 입술로는 나를 경외하나. この民は口先で近づき
唇で私をあがめるが、그들의마음은내게서멀리떠났도다。그들이나를경외하는이유는사람의계명을가르침을받았기때문이라。その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。그리고나서예수님께서는이스로보니게여인이사는드로와시돈지방으로가게되십니다。それからイエス様はスロフェニキアの女性がいるツロとシドンの地方に行かれることになります。그때한이방여자가이귀신들린내딸을고쳐달라면서막소리를지르면서예수님께로다가왔어요。その時に異邦の女性が自分の娘が悪霊に取り憑かれていると癒してくださいと叫びながらイエス様のところにやってきます。그런데이여인이이예수님을부르는그호칭에놀라운것을발견할수가있습니다。しかしその女性がイエス様を呼ぶその呼び名を見るとちょっと変わったことがわかります。바로주다윗의자손이여라고부르지요。彼女は主よダビデの子よと叫びました。이여인은이방여인이었어요。この女性は異邦の女性でした。그런데유대인들이이메시아를지칭해서부르는그정확한표현을그대로부르고있던것입니다。なのにユダヤ人たちがメシアを呼ぶ時に用いる表現を正確に口にしていたのです。그런데그런정확하게부르는그녀를예수님은계속해서침묵하시고무시하십니다。しかしイエス様を正確に呼んだのにイエス様は何もイエス様は黙っておられました。하지만그녀의외침은줄어들지않고더욱더크게주님앞에외치며다가갔죠。しかし彼女はもっと叫んでイエス様のところに近づいていたのです。그러자이에제자들이짜증이나기시작하면서예수님께이렇게부탁을합니다。すると弟子たちはもうイライラしてきてイエス様にこのようにお願いをするのでした。예수님저여자너무시끄럽습니다。저여자가말하는그소원을빨리그냥들어주십시오。イエス様あの女あまりにもうるさいんです。早く彼女の願い事を聞いてあげてください。23절을보면그를보내소서라고말씀하십니다。23章を見ますとあの女を返してやってくださいと書いてあります。그뜻은그냥그녀를내쫓으서쫓으세요라는말뜻이아닙니다。그노고토바와타다아노온나오오이다시테쿠다사이또의미되어아리마세요。이제자들은누구보다도그부정한이방여인의접근을가로막고있던사람들이었어요。그노데시타치와게가레타이호노조세의세킹을도메테있다노데스。그런데이제는오히려그앞장서서그녀의소원을들어달라고예수님께청탁을드리고있는것입니다。도메테있다노니이마와무시로예수사마의곳으로니키테아노온나노내가이고토키테아게테쿠다사이또다논데이루와케데스。그런데그말씀을듣고서도예수님은여전히아무런움직임도하지않으셨어요。しかしイエス様は依然として何も語らず黙っておられます。그리고나서예수님께서는24절을보면그녀가아닌제자들에게이렇게말씀하십니다。そして24章を見ますとイエス様は彼女ではなく弟子たちに向かってこのように語ったのです。나는이스라엘의잃어버린양외에는그어디에도보냄을받지아니하였도다。私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません。바로이것은제자들의그생각을대변해서말씀하신것입니다。これは弟子たちが異邦人に対する考えをイエス様が代弁しておっしゃった言葉でした。너희는내가이스라엘의유대민족에만보내심을받았다고생각하지아니하느냐。つまりあなた方は私がユダヤの民族だけにだけに使わされたものだと思っているのではないかと。라고오히려제자들에게반문을하시는것이지요。또このように弟子たちに聞き返したのです。그리고이어서26절에이렇게말씀하십니다。そして続けて26章を見ますとこのように書いてあります。자녀의떡을취해서개들에게던짐이마땅치아니하도다。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。일반적으로그당시에는유대인들은이방사람들을개로취급하며아주무시했기때문입니다。というのはその当時異邦人たちはユダヤ人たちは異邦人たちを犬のように思って無視してそのような犬扱いをしていたからです。결론적으로보면이런것입니다。結論的にまとめるとこのようなことになります。예수님께서는그녀에게이유대인들이갖고있는그전반적인생각을일부러
알려주신것이에요예수様は彼女にユダヤ人たちが持っている全般的な考え方を、異邦人に対する考え方を彼女に聞かせたことです。그리고나서그녀의생각을물으신것입니다それから彼女の考えを聞いたのでした다시말하면지금그녀를가로막고있는그제자들의생각을들려주신것이에요言い換えると今その彼女を止めているその弟子たちの異邦人に対する考え方をイエス様は彼女に聞かせていることでした그러자여인이예맞습니다하지만개들도주인에서식탁에서떨어지는그 빵부스러기를먹고살아가지않습니까라고하지요するとその彼女はこのように答えます主よその通りですでも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます이말뜻은작은그런빵부스러기같은작은은혜일지라도내딸을고치기에는충분합니다라는믿음의고백인것입니다この言葉の意味はパンくずのような小さい恵みであろうとも私の娘を癒すのに十分ですという告白でした그녀가이런고백이가능했던것은바로주다윗의자손이여라는그녀의고백이있었기때문이에요彼女がこのような告白ができたのはその前に主よダビデの子よという告白ができたからでした예수님만이나의구원자되십니다라는확신의믿음이있었기때문인줄믿습니다예수様だけが私の救い主ですと固い信仰を持っていたからであると信じます사랑하는성도여러분愛する皆さん예수님께서는율법에갇혀서겉모습만중요시하는바리새인들에게イエス様は律法だけを守り上辺だけのパリサイ人たちに그리고이방인을개취급하며무시하는그런유대인들에게진정한믿음이무엇인지를말씀하길원하셨어요そして異邦人たちを犬のように扱いしていたユダヤ人たちに誠の信仰とは何かを教えたわけです믿음이란율법을잘지키는겉모습이번지르는것이믿음이아니다信仰とは律法だけをしっかり守ることが信仰ではないのだ믿음이란유대인이기때문에또는내가직분을가졌기때문에주어지는것도아니다また信仰とは私がユダヤ人だからまた私は役員だから与えられるものではない바로예수그리스도를메시아로인정하며그분앞에겸손하게엎드리는것그것이바로믿음이라고말씀하고계시는것입니다예수그리스도を心から受け入れて認めてその方の前にひれ伏すことが誠の信仰だと主はおっしゃっているのです나의구원은오직예수님밖에없습니다라는확신의믿음을갖기를예수님의이름으로축복합니다この時間主だけが私の救い主ですという固い信仰を持つことを願います그리고끝까지예수님곁에머무르는자가되기를소원합니다そして最後までイエス様のそばにとどまるものになることを願います어떤공경과힘든상황이처한다할지라도どんな苦難やどんな試練がやってきたとしても어떤사람들로부터손가락질과비웃음을당한다할지라도また人々に指さされることがあろうともです주다윗의자손이여주님이나의구원자되신다는확신의믿음으로살아가기를예수님의이름으로축복합니다주여다윗의子よあなただけが私の救い主ですという確信を持って生きる私たちになることを願います성도여러분皆さん혹시나의믿음이떨어지고예수님에대한확신이떨어질때는언제이십니까私の信仰が弱くなったり主に対する確信が弱くなる時はいつでしょうか나의생활이율법적이지못하고바르게도덕적인생활을하지못할때입니까私の生活が道徳的にまた立法的に答えられない生活をする時でしょうか아니면아무도나를돌아봐주지않는나는작은자같고비참한자라고여겨질때입니까それとも誰にも顧みてもらえない本当に小さなもの惨めなものだと思ってしまう時でしょうか만약그렇다면지금나의믿음의기준이바로예수그리스도위에서있나내자신을한번돌아보길바랍니다もしそのような心があるならば今私の信仰は本当に固い信仰を持っているのか自分のことを点検してみてください우리는성경이
예수님께서말씀하시는믿음대로살아가기를소원합니다私たちは聖書が語っている通りにまたイエス様がおっしゃった通りに信仰を持っていきたいものです나의구원자대신예수그리스도만을바라보시기를바랍니다私の救い主であるイエス・キリストだけを見上げていきましょう그어떤공경속에서도예수님의손을끝까지놓지않기를예수님의이름으로축복합니다そしてどのような困難や苦難の中でもイエス様にしがりついていくことを願います그래서끝까지최후의이승리자의모습으로살아가는저와여러분이되시기를예수님의이름으로축복합니다それで主と共に勝利する人生を歩む私と皆さんになることをイエス様の皆によって祝福します기도하시겠습니다それでは一緒に祈っていきたいと思います